深田浩二さん、そして石井千春さん、お願いします。じゃあ深田さんの方からちょっと映像の方、はい、あ、はい、などあ、初めましての方もいるかもしれませんが、今回の、女をつらえるの第1部、ゲスト石井千春さんをお招きしていますが、その聞き手という形で、やらせていただきます。映画鍋隊員の深田浩二です。よろしくお願いします。で、石井さんをなんで攻撃したかっていうと、石井さんとの私の出会いは、その淵に立つという映画、実際今回東京国際映画祭でも今30日上映するジャパンナウというものに入っていて上映するんですけど、淵に立つという映画で、彼女が助監督、セカンド助監督ですね、をやっていただいていて、その時の出会いがきっかけになっています。なので、ちょっと、ね、いきなりなんか話からっていうよりは、せっかくなんで淵に立つがどんな映画かというのを最初にご紹介いたします。じゃあ予告編お願いします。じゃあちょっと電気落としていただいて、はい。お久しぶりです。今日からここで働かせていただくことになりました。よろしくお願いします。古い友達で手伝ってもらうことですか。お願いします。はい、チーズ。八坂さんのこと聞きました。え？八坂さんの過去のこと。どこまで話した？あ？おめえのことなんか話さねえよ。何だお前。おい、これ親父の写真なんですよ。誰にも言うなよ、絶対。明恵にも。わしは俺ただ知りたいんだよ。お前だってそう思ってたんだ。あ、思ってたよ。いいっすよ、俺殺されても。あけ、あなたのパスとか私のパスとか何なの。はい、じゃあ電気つけて。はい、ありがとうございます。はい、といった映画を、一緒に作りまして、で、その時、石井さんは、助監督、セカンド助監督として、毎日準備から参加してくださって、ありがとう、よかったですね。なんかこれは、なんか誰でもしたっていう、チューブのあれが流れちゃいました。はい、止まった。はい、はい、はい、こういうハプニングもあります。はい、で、はい、改めまして、で、その時、毎日準備からがっつり最後まで参加してくださったんですが、その時に、石井さんは、1歳と3歳、1歳と2歳、その当時は1歳、2歳、これ達成したのは去年のちょうど10月、今の時期なので、当時1歳と2歳の、お子さんを育てながら、現場に参加してきてくれていて、で、そういったこともあって、石井さんの家がたまたま私の家の近所だったので、石井さんの家でじゃあちょっと打ち合わせさせてもらったりもしていたこともあったんですけど、その時に、石井さんから聞いた話がすごく印象的だったんですね。つまりやっぱり、石井さんは、こうやって1歳と2歳のお子さんを抱えながらその助監督を続けてくれてましたけど、でもやっぱりその、お子さんを抱えると、お子さんができると、そのことでやっぱり映画の現場に参加することを諦めてしまうスタッフの方っていうのは結構やっぱり多い、助監督の方でもそういう方が多いので、石井さんとしてはそういった人たちをなんかこうサポートするようなことが何かできないか、そういうネットワーク作りができないかっていう話を、その打ち合わせと称しながら結構打ち合わせをサボってそういう話をずっとなんかしていまして、でそれがすごく面白いなと思ったのと、私もこういう独立映画鍋というせっかくこういう NPO の活動をしているので、ぜひその話を
聞きたいし、まあ、できればその今日の会を通じてみんなでそれについて考えていけるような時間ができればなっていうことを思ってお声掛けしました。それでじゃあ石井さん、とりあえずよろしくお願いします。じゃあ、はい、はい、じゃあ自己紹介から改めてよろしくお願いします。助監督の椎千春です。あんまり人前で喋る機会がない立場にいる人間なので、多分の耳苦しいこともあると思いますし、うまく喋れないことの方がきっと多いと思うんですが、まあ、ちょっと今日はせっかくこういう機会を与えていただいたので、自分のようなこうやりたいこととか、これから皆さんに助けて協力してっていうことをちょっと発信できればなと思って喋らせていただければ、もしくは博多さんに思いを聞いてもらえればと思って喋ります、よろしくお願いします。予告編初めて見ました。あ、本当ですか。見てなかったんですか。実は見てないし、私カンヌで、はい、皆さんご存知の通りカンヌ、はい、なんですけど、カンヌで見た。あ、そうですね。結構意外とあるようでないかもしれないんだけど、助監督さんがカンヌまで応援に来てくれるという映画の応援というか、なんかみんな相当遊びに行ってましたけど、そうそう、島とかスタッフ何人か、若手スタッフ何人かで有志を募って、せっかくのカンヌだから、まあ、遊びに行こうぜって感じで、深田浩二のカンヌ映画祭をただただ茶化しに行くっていうのをやって、その時にまだちょっと初号とか仕事の関係で見れなかったので、そう、初めて見るのが感動だったんですが、それはなかなかね、いい流れですなので予告も見てないし、実はその時クレジットもついてない。あ、その時に、一応ついてはいたんだけど、まだ完成版じゃなかったんですよ。管理用はまだそのクレジットとか全然固まる前だったので、感動流した時には、はい、音楽も今の主題歌なかったです、うん、いい映画です。あ、ありがとうございますっていうね、こう作った一冊でどうぞ踏まえようという、お客さんからしたら大変気持ち悪いですやばい、すみません、はい、で、石井さんがプチニタスでやっていただいたポジションはセカンドっていうポジションなんですけど、ちなみによければそのセカンドってどんなことをする仕事なのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、多分まあ映画業界の方が大半だと思うので、演出部っていう存在を知ってはいっていただけると思うんですが、演出部そのものは監督の発作をしつつ、台本にあることを、まあ、忠実に表現できるように、具現化していく部署で、それが俳優部であったり小道具であったり衣装だったり、そういうことを担当しながらやっていく部署です。でセカンド、私のやっているセカンドというポジションは、まあ、チーフ演出部のチーフが切ったスケジュールに基づいて、それが滞りなく進行できるように現場を回したり、準備期間では、俳優部に携わること、衣装だったり、もうちょっと2人で、はい、衣装だったり、なんだろうな、メイクだったり、そういう俳優のことを気に取ったり、エキストラだったりをする部署です。で、じゃあそのまあまあ私は大変助けられて、一番まあ最初にそのまあ、覚えてるのは、なんかその、ちょうど、石井さんが初めて合流した日に、あ、これあんまし言うと恥ずかしいな、恥ずかしいから言うなよ、でも言いかけちゃったから、いや、言った時に、ちょっとね、携帯が止められてますよ、いろいろとあって、でそれの、さすがにやっぱりそれが困るということになって、石井さんに、でもちょっともう、監督としていろいろとそれも払えなかったので、払いに、お金払いに渡して、払いにともなった。そういうところから、いろんなことで、助監督で仕事があった感じなんだけど、すみません、やってもらったりしたんですけど、実際じゃあ、そのお子さんを、なかなかやっぱり1歳と2歳をお子さんを抱えながら、助監督やってる方って、僕は石井さん以外まで見たことがなくて、実際どんなもんですか？私も自分以外の助監督で子育てをしてっていう人は、またちょっと、出会いたい出会いたいと思いながら、一緒に話をしたいと思いながら出会えてなくて、実際にいらっしゃるのかどうかも、なんだろう、分からなくて、ただ他のポジション例えば、まあ、今日も実は友達で来てくれてたり、プロデューサーの子育て真っ最中の友達だったりとか、友達というかスタッフだったりとか、
あと、まあ、撮影だったりとかのパパで子育てしてるっていう人たちは時々聞きますとか言ったりとか、ただどれぐらいでとかは分からないと思います。大変です。で、じゃあ実際にそのまあまあ、あのお子さん2名を育てながら現場に参加するというのは、まあ、あの実際どんな苦労があるのかないのかみたいな、そういう話もちょっと聞いていければ、苦労しかないけど、苦労はもう現場になるとほったらかしいです。私はそもそもどんな仕事の仕方というかをしているかというと、準備期間中はちょっと私を雇ってくれているプロデューサーや周りの人たちに、子育て中だからごめん、適当な時には帰るよって言いながらお仕事を進めて、で夜な夜な子供を寝かしつけたと準備をしてとかいうのを進めていて、現場に入ってしまう、クランクインしてしまうと、もうそもそも子供に会えないので、自分の両親に預けて、現場に出ています、まあ、東京に子供がいい、実は私は地方出身で大阪出身なんですけど、両親に預けるパターン2パターンあって、両親に東京に出てきてもらうパターンと、子供を大阪に預けちゃうパターンで、どちらにしてももう任せっきりにしていることです。なので現場が終わって帰ってくると、子供は相当な、まあ、私の中では、まあ、ママ欠乏症って呼んでるんですけど、ママ欠乏症になって帰ってきていて、もうまあ1日2日はもう本当に肌が離れるのも嫌ぐらいな、もちろんトイレも一緒にしますよみたいなぐらいの状況を1日2日過ごして、そこからまた生活を立て直していくっていうことを繰り返しながら日々を過ごしています。不注意脱の時が、まあ、撮影期間はあれって、あのちょっと季節が2つに分かれていたので、あの10月に10日間ぐらいやって、また12月に10日間という感じでしたけど、大体その、まあ、石井さんは逆にまあそういった立場なので、その当然その仕事選びにもそれは関係してくるんじゃ、影響してくるんじゃないかなと思うんですけど、大体どのぐらいの期間の仕事だったら受けて、まあ、どのぐらいだと厳しいなとか、そういうのってあったりするものなんですか。私の中の基準は準備含めて2ヶ月以内、撮影、例えば撮影クラブインからアップが1ヶ月あるんだったら、準備は1ヶ月から1ヶ月半ぐらいじゃないと厳しいというのが自分の中のジャッジです。今、まあ、それ以上のやつをまだ怖くて受けてないっていうのもあるけど、あんまり例えば 6ヶ月、院も準備も含めて6ヶ月ありますって言われたら、6ヶ月の間の中で例えば3ヶ月目に子供がなんか分かんないけど事故したとかって、もうしか抜けなきゃいけなくなった時にバックアップ探すのも大変だし、まあ、現場にもちろん迷惑もかけるから、まだそこまでは受けれない、見込めない。まあ、そこら辺がちょっと多少あの絡んでくるのかなと思うんですけど、やっぱりその、まあ、お子さんを育てながらということだと、いろいろとその、まあ、時間的にも融通が利かないタイミングというのはいろいろあると思うんですけど、その、まあ、石井ちょっとこの辺で多少本題の方に入ってきたと思うんですけど、まあ、その石井さんの今イメージしているそのこうサポートネットワークみたいなものって、まあ、どんなイメージなんですか。そう、実は今日この話をしたいですと監督に提案して、まあその私が今仕事をできているのは、ひとえに私は、実際の母親、自分の母親がサポートを結構してくれていて、子供預かってくれたり、まあ、父親もそうですけど預かってくれて、私見ない時に寝かしつけてご飯食べさせてお風呂入れてっていうのをやって、お家の片付けやってくれて、やってくれるから私がお外で24時間活動みたいなことができるんですけど、それをまあ実際はねうちもそうですけど、もう1年間それを続けると結構父親母親、息子彼らからとって
おじいちゃんおばあちゃんたちは疲弊してくるから、やっぱり家族内だけでそれをやるのとっても無理があって、それを誰かに置き換えれればいいのかなって思っていて、で、うん、その誰かをどうするのか、そのシステムをどうするのかっていうのを結構急務に私の中では欲していると思っています。で、何の話すればいい、どっからどう書けばいいかな、本当にこれ、ね、どこから手をつければいいのかなっていう感じなんですけど、だから多分その問題点としては、そもそも、石井さんはこうやって今ギリギリなんとかその、ご両親とかのサポートも得て、その、夫の方の、パートナーの方のサポートも得ながら、あ、すいません、ちょっと音が、はい、これくらいでいいですか、マイクです、マイクですと、はい、ちょっと聞こえづらいという方いますか、私たちの声は大丈夫ですね。はい、出しましょう。はい、やっぱり、まあ石井さんはまあまあそうやってご両親の方のサポート、パートナーの方のサポートがもあって、まあまあなんとか続いていられる状況にもあると思うんですけど、まあ実際問題、その辞めてしまう人が多いっていう、その、やっぱりお子さんの出産とともにその映画から離れていってしまう方が多いっていうのは、多分今もう話したことと重なっていると思うんですけど、多い原因というのは何だと思いますか。まあ一番は時間が長いかなですし、時間が長いというのはその仕事の、そうですね、はい、拘束される時間だったり、その1日の時間が、1日の時間が長いっていうのが結構ネックではありますよね。その撮影が始まるんですか。うん、大丈夫、はい、大丈夫、持てばいい、もうちょっと倒れてる、抜本的な解決、まあ、大体1日の撮影時間が長いというのは、まあ、こうもう現場に参加されたことがある方は大体もう目につくかもしれないんですけど、いわゆる一般的な、例えばその事務職やってますっていうと、例えば9時から5時までみたいな多分イメージになる、まあ、それは残業がなければの話なんですけど、日本だとなかなか5時間あがける民間の仕事なんていうのはなかなか存在しなさそうですけど、まあ、でもその映画の場合は、大体どのぐらいの、まあ、どのぐらいだと僕が聞くのもあれなんですけど、まあ、助監督として参加している実感として準備や、準備と撮影それぞれでやっぱりどのぐらい拘束されるものですか。じゃあ分かりやすく撮影します、はい、じゃあ朝8時から用意スタートって監督が言いますとすると、メイクを開始するのは1時間から1時間半前ということは、メイクさんに準備してもらうために演出部はそれで行くんですけど、2時間前ぐらいまで来ますよねってことは、お家を出るのはもう1時間前、5時ですねとか、じゃあそこからを労働時間と考えたとしたら、朝の5時から働いて、で、じゃあ10時に撮影終わりました。夜の10時です、ね。夜の10時。はい、はい、もちろん。夜の10時まで働きました。今日早く終わったのは9時ですってとしても、はい、としても、まあ、バラすって言うんですけど、お片付けも11時間かかって、じゃあ10時に現場を出ました、11時にお家に帰ります、次の日朝5時ですよねみたいな、そんなの繰り返したら、まあまあ子供は起きてないし、だから出る時にはお子さん寝ていて、帰る時にはお子さん寝てるっていう、でもそれは多分助監督じゃなくても現場のスタッフだったらみんなそうだし、それはママじゃなくてもパパもそうだから、うん、私だけの時間配分ではないけど、はい、そうだと思います。まあ、現実として、まあ、多分そこら辺で今回は、まあ、その女も辛いよっていう、うん、まあ、その女性の立場から、まあ、男目線で語られがちな、その映画の現場は女性目線で一回見直してみるということもコンセプトの一つなんですけど、まあ、映画業界でその非常にその結婚が遅かったりとか、まあ、実際その結婚してない独身の方のスタッフの方がとても多いっていうと、多分これが全部こう関係してくるとは思うんですけど、まあ、そもそも映画業界の労務形態がいわゆるその子育てに適してない、あるいはその片方がやっぱり完全に主婦となって、ね、どっちが主婦、まあ、夫か夫か分かんないけど、どちらのパートナーが完全に子育ての方に家庭に入らないと、多分その現場ワークは基本的には成立しづらい、まあ、しづらいと思いますね。すごい、本当にすごい、うちは共働きなんですけど、旦那様は普通のサラリーマンをしていて共働きなんですけど、まあ、それもすごく特殊
だと思うし、これが業界人同士の結婚だったら結構もっと大変なのかなとかね、なんか私のつい最近まで一緒にやってた部下とかはお金がない、時間がない、家賃が払えないで結婚できなくて同棲してた彼女に振られたりとかなんか結婚しててもそういうことでうまくいかなくて受けられる業界人とかいっぱいいるから、うん、やっぱり、うん、いますね、はい、そういうことなのかなとか思います。そこが改善できるか、はいはい、ごめんなさい、今日、まあ、こういう企画をね、あの深田さんと石井さんの方から提案があって、まあ、初めて実現した企画だと思うんですけど、まあ、結構その日本の男女平等指数とかも最近出ましたけど111位ということで G7 で最下位、まあ、G7 の中でまあ最下位ということで、まあ、日本でこういうテーマでなんかシンポジウムをやるとかいうとちょっとまあ敬遠されたりとか、あとまあまあ、お客さん来ないっていうか、まあ、今日本当にこれだけたくさんの方来ていただいて嬉しいんですけれども、まあ、そもそもみんなが疑問に思う部分としてはなぜこの企画をしたのかっていうところで、なんでわざわざ女性っていうテーマなのっていうのは素朴な疑問としてあると思うんですけど、確かそのお二人と最初にあのお話しした時にあのやっぱ現場でいろいろなことがあって、でそのことをがショッキングだったみたいな部分の話は深田さんからも石井さんからも少し伺ったんですけど、まあ、こういう名詞とかは避けて、まあ、どういうきっかけ、そのモチベーションとしてどういうきっかけでこのイベントをやろうと思ったのかっていうところだけちょっと伺ってもいいですか。はい、石井さんのネットワークテレビのことにちょっとまた応用最後の方の希望のある話として、お聞きしたいんですけど、まあ、その前に、まあ、実際その今回の企画をやりたいと思ったのは、そもそも石井さんの話を聞いたというのが大きくて、まあ、それに東京国際野菜という場もちょうどお借りして、海外からの、今日結構客席にも海外の方もいらしていて、ちょっと同時通訳で、全部これも通訳されて伝わってるんですけど、第2部では海外の人もお招きします。で、僕の方でやっぱり、僕はずっと日本の映画業界でやってきていて、やっぱり単純にまず、その、当然目につくのは、ジェンダーバランスが、最近やっぱりここ10年、15年、20年ぐらいで女性のスタッフが増えてきたなと思う。やっぱり相対的に増えてきた気がするので、なんとなくその男女の比率が顕在化してきてるような気がしちゃうんですけど、多分それってちょっと錯覚だなと思うところがあって、でもやっぱりジェンダーバランス考えたらやっぱり55年全然なってないんですね。やっぱり非常にそのやっぱり女性の数が少ない、働きづらい状況があるんじゃないかって思う一方で、まあやっぱり僕自身はその男性として現場のスタッフに20代の前半をずっと撮影部とか照明部とかミスとかやっていたんですね。でやっぱり結構きついんですね。僕が参加していても例えば本当に例えば5億円ぐらいのとある某、多分皆さんの態度で聞いたら、ああ、あの作品ねって思い出すような映画の装飾として入っていたんですけど、それがやっぱりまあ毎日殴られる蹴られるのは結構当たり前で、本当にあれグーで殴られるみたいなことを、まあまあ22歳ぐらいの時にずっと1ヶ月半続いて、でやっぱりもう終わるのがビス部って結構きつい仕事で、撮影が全部終わった後にバラシをしなくちゃいけないんで、バラシが終わるのが大体深夜2時頃で、家に帰るのが3時頃なんだけど、次の日朝6時半に来るとか言われるんですよ。だから2時間寝て家を出るっていう、やっぱりみんなが来る前に飾っとかないといけないんで、でもそのいわば美術部を最後まで見送ってるのが制作部と演出部だったりするっていう、この人たちはいつ寝てるんだろうっていうような、やっぱり労務業形態で、やっぱりこれ男でも結構きついんですよね。だから当然そこに耐えられないとどんどん現場を辞めていくっていう、田舎に帰っちゃったりとか別の仕事になっちゃったりするんですけど、でも結局その状況って結局その体力的に弱い人間がやっぱり排除される業務形態だなっていう気がしていて、当然やっぱりその中にどこかで、まあね、僕より体力ある女性っていうのは実は山ほどいるんですけど、まあ一応一般的には女性の方がやっぱりその女性の方がその体力的なもので、ではやっぱり弱いと言われているので、やっぱりそういったところもこの現場のジェンダーバランスの悪さみたいなところはあるんじゃないかなっていうのと、やっぱりまあ僕が殴られていったっていうのも象徴的ですけど、やっぱり現場ってものすごいもともと体育会系で男社会だったんですよね。やっぱりその男社会であった伝統は今でも残ってると思っていて、やっぱりその自分でも映画撮っていても、その自分の現場からその怒鳴り声やそのいわゆるパワーハラスメント、セクシャルハラスメントみたいなのが舞台のものが完全に排除できたら、
どれだけいいことかと思いながらも、やっぱりなかなかそれをその男社会の中で育ってきた映画業界の現場からそれを完全にフラットにするのは難しいなと自分自身も実感しているところから、まあ、今回石井さんというその現場でバリバリ働くその女性スタッフの協力を得て今回の会議できたいと思った次第です。なんかそれを深田さんから言われたんけれども、女子だけど私男社会で育ってきたなって思って、なんか身につまされるものがあり、逆に私若い子とかにセクハラしてないかなとか思いながらちょっとそれ聞きながらうんうんって言いつつ反省した部分もあって、パワハラ化してるような気がするみたいなとか、なんかだから別に男女とかジェンダーバランスとかそういう難しいことは私はよくわからないけど、なんかまあもうちょっとみんなが単純に働きやすくって、もうちょっと血色のいい人たちが現場に増えて、なんかそうな別に男女関係なく、パパでもママでも男の子でも女の子でもやりたいと思う人がやれるのがやっぱり一番いいし、なんで難しいことはよくわからないけど、今はそうじゃないっていうことはわかります。はい、今の映画業界の現状は、少なくとも私が働いている中で今はそうだなとは思えないから、それは変えていければいいだろうし、きっとみんなが賢い人とか変えてくれるかなって思ってる。まあ、どう変えていこうかっていうのはまた話この後話は出ると思うんですけど、いや確かにその石井さんの今おっしゃる通り、その例えば今こうやってその男女の格差とかそういった、じゃあどうやったら女性が参加しやすい状況を作れるのかみたいなことを考えた時に、例えばふとその例えばヨーロッパのその映画人の、これ男女問わず映画人の人の話を聞くと、例えばそのフランスだと普通に1日の撮影の労働時間を8時間って決められてるんですね、組合の規定で。8時間を過ぎたら準備もバラシもダメなんです。準備バラシも含めて8時間で収めなくちゃいけない、それを過ぎたら残業代を払わなくちゃいけないっていうルールが決まっていたりするんですね。で撮影が終わってから大体10時間だか12時間だかな、必ず空けないといけないっていう、その次の撮影の開始まで。多分それがもし仮にもうユートピアの話なんですけど、仮に今日本にそれが明日から適用されたら、多分今日本で抱えているその男女問題っていうものを8割方は解消しちゃうっていう、それの体系だったら多分お母さんも子供育てながら現場に参加しやすくなるわけじゃないですか。そうですね、つい最近、本当につい最近この夏参加した現場で、誰かは多分まだ言っちゃいけないんだろうけど、海外の人が主演で、撮影時間がコールシート、メイクで何時スタート、何時メイクルームに来てくださいっていうのを呼んでから10時間帰る、メイクとして帰りましたから12時間開かないと次呼んじゃダメっていうルール、まあ結局守れなかったんだけど守れなかった日本だから、やっぱりその彼も日本なら仕方ないよねって言って笑っていて、でもそれって笑い事じゃなくても守れなかったことで、それがもし普通にスタッフにも適用される普通のことだったら、ああなーって思いましたね、はい。うん、まあ、ただ、まあヨーロッまあ、少なくともフランスやそういう組合の規定の強いアメリカは10時間らしいんですけど、だからフランスの人の監督がアメリカで撮影すると撮影日数が短く済む、その1日ミッドスタッフ10時間も働いてくれるんだみたいな話をするんだけど、日本のスタッフだと1日27時間ぐらい働きますよって本当にありますからね。朝6時に集合して終わったのが次の日の昼12時とか普通にあったりしたりするんで、まあ、一応僕の現場ではそれならないように必ず夜10時までに終わらすというのをルールにして、一応今までの作品ほぼ1日を抜かして全部守れてるんですけど、これちょっと軽く自慢なんですけど、はい。で、まあ、そんなこともありつつ、ただいきなりその日本の状況が突然なく組合ができて、やっぱりヨーロッパアメリカには組合があるからこそできるその技でもあるので、やっぱりその歴史を積み重ねてその労務条件っていうのは整えられているのと、そもそも社会全体が労働環境に対する意識が高いので、やっぱりそれが映画業界にも単に適用されているところに過ぎないとも言えるんですね。じゃあそれがいきなり日本で明日からそんな状況が起こるかといったら、まあ、それでそんなことはないので、やっぱり今日本でできることは何なのかっていうのを
そういう考えていかないといけない、まあ、そういう目標があるということは意識しつつということはあると思うんですけど、じゃあそのどんなその例えば出産をした女性が現場から参加し、現場を諦めない、現場に参加する映画を続けることを諦めないで済むためにはどうしたらいいんでしょうかって結局ここに帰ってくるんですね。ね、そうここに帰ってきますよね。そんな時に私は出産、まあ、ちょっとだけ行く出産の休暇を取った時に、なんかその頃からなんとなく思い描いていた、まあ、システムって言えるほどまだ構築できてないけれども思いがあって、でその時はふわーって考えてたけど、今その育児を3年間やってみて、あ、やっぱりそうこれが必要だなって思うようなことができつつあり、でも私は社会人、サラリーマンとか一般社会人はあまりしたことがないので、何が必要かっていうことがあんまりよくわからないから、皆様に今日聞いていただいてご知恵をいただければなと思って、こんなことを考えてますっていうのを話したいですって岡田さんに言いました。はい、お願いします。どうしよう、なんて言う、なんか作ってくればよかった、ホワイトボードとかに書けば。一個、石井さんのそのビジョンの話に入るので、はい、確か深田さんは現場で、はい、なんかコミュアラ、なんだかな、カラ禁止令だったかな、あ、はいはい、なんかお、はい、お触れを出したっていう噂を聞いたんですけど、あのそれにちょっと教えてください。あ、わかりました。じゃあちょっとこの話をしてる間にちょっとうまくまとめてください。はい、「淵に立つ」という作品の時に初めてちょっと試みでやってみたんですけど、セクシャルハラスメントとパワーハラスメントの規定を細かく書いて、これダメこれダメっていうのを書き出して、まあ、これは実際 そのセクハラパワハラの、そういった、まあ、標本みたいなところを準拠したものから拝借してきている。より正確に言うと、私を所属している劇団青年団、平戸では主催する劇団青年団を作ってるんですね。セクハラとパワハラのこういうのはダメだよっていう状況を全部洗い出してやって作っていて、それに準拠してその現場でのスタッフにも、まあ、撮影前に配布して読んどいてもらうっていうことをやりました。まあ実際にそれを破ったからどうなるっていうわけではないんですけど、罰金だとかそういうことはないんですけど、まあそういうことを皆さんに注意してもらうだけでやっぱりある程度抑止力にはなるというその考え方、それはまあ僕はっきり僕自身のためでもあるんですね。つまり映画監督っていうポジションはスタッフの中でやっぱり比較的そのピラミッド権力のピラミッド構造ではどうしても自分自身はそんなに気合いなくても上にいるので、監督の言うことで全部スタッフが動いてくれるし、だから僕自身が実は一番パワハラセクハラの当該者になる、その行われ加害者になる可能性が高いというのもあって、まあ、自分自身のリバウンドのためにスタッフが配布したという状況があります。まあ、それによって、まあ、減ったかどうか、まあ、比較的抑えられたところもあるなかなと思いますだけど、まあ、そこまでやりながらも、まあ、なかなか完全にはなくなりきらないという感じでした。ただその意識している、スタッフなり、まあ、監督っていう結構上のポジションの方がそういうことに意識的だよと、はい、で僕は見過ごす気はないよっていうその意思表示みたいなものがあることで現場の空気感っていうのは多分すごく変わるのかな。そうですね、うん、難しいんですけど、それとか完全に、まあ、僕自身がもしかしたらハラスメントしていたタイミングはあったかもしれないし、どんだけ亡くなったか分かんないんですけど、スタッフが申し立てやすい雰囲気だなと思います。監督ああいうことを出したよねって、これどういうことみたいな感じで言いやすくなったっていうのはあると思っていて、やっぱりそれってすごく実は大事なことで、ハラスメントっていうのは大抵その力関係上の人から弱い立場に行われるものがハラスメントなので、まずそもそも訴えにくいっていうのはあるんですね。その訴えやすい空気作りをしていくっていうのは、まあ、いわゆるその、まあ、特に男社会の中での女性へのセクシャルハラスメントっていうのはやっぱりすごく圧倒的に多いので、そういったものを抑止する一つの方法にはなるかなと。そういうもう文書化してスタッフが俳優に周知しちゃうっていうことで一つの方法するかなと。反応としては引かれました？いや、まあ、内心引いていた人も結構いるかもしれないんですけど、意外と、はい、いました。引いたそうです、はい、でも結構そういうの好きなんでみんなが引いてるのにはちょっとニヤニヤしてるところがあるんですけど、まあでもそれで僕はもう具体名は何も言えないんですけど、多少効果あるところがありつつ、
びっくりするぐらい効果ない場面もあるなっていう、やっぱりなかなか、でもこれってもう本当に経験値を積んでいくしかなくて、難しいんですよね。実際ハラスメントをやる方にしても、例えばその20年前だったら OK だったことが、今だと普通に裁判で負けたりするっていうことが山ほどあるわけですね。だから、その多分それはやっぱり、あの年を重ねていって、いった人間が、やっぱりそれをどんどん読んでいかなくちゃいけない。その昔自分の慣習に合わせて昔 OK だったから今も OK だろうっていう感覚で言うと、大体やっぱりそのハラスメントがなくならなくなるので、やっぱり常にその いわゆる自分の加害を与えてしまうかもしれない、被害者になる可能性のある立場の人間、そうすると当然年の若い人たちの感覚になるわけですし、そのそういったものを意識していかなくちゃいけないんだろうなっていうのを現場を経て感じました。石井さんがそろそろ準備ができて、ああいやいやいや、ってかどうしよう、なんかどうすればいいかな、これ出すってもってこれわからないですね、わかんないね、はい、すみません、なんかこれを口で説明するって、はい、意外とというか、もう見たの通り結構ね行き当たりばったりで今ここに座っているので、何の準備もしてこなくてすみません。私たちがちょっとね、はい、質問してみたらいいと思うんですけど、まず、ちょっとこの表を見ながら、はい、こう出しましょう。まあ、今ここで、ちょっとね見えないと思うんですけど、まず、いわば子育て中の人っていうのが映画業界にいます。で、子育てをしている人で、まあ、一応これママってなってるんだけど、で本当にママでもパパでもいいだろうって感じなんだけど、まあ、まあ、子育てをしているパパママがいて、子育てをすることによって現場に参加するハードルが上がってしまっている人、それがバリアになってしまっている人っていうのが一定数必ずいますね。はい。で、そういった人たちがその、現場に行くためにはやっぱり実はハードルなんですね。例えばその石井さんがその現場に行くっていう時に、でも実は石井さん、子育てをしている石井さんを雇うというのは非常にその、あの嫌な言い方をするとプロデューサーからしてみればある種のリスクにもつながる。あ、そうですよね。ですよね。はい、さっき私が長い現場を受けられませんっていう話をしたと思うんですけど、やっぱり、何ヶ月、ああ、すごい、それ、あ、じゃあちょっとね、ちょっと待って、はい、すごいリアルタイムで今資料が作成されていきます。はい。さすがですね、こうやって NPO に若い人がいると、こういう時の、ね、対応力が早いっていう、その話。はい、これ取っていただいて。はい、じゃあちょっと今からプロジェクターに投影されます。これ、作ってこいよって話ですね。すみませんね。いやいや、すみません、私もね、最近まで現場だったんでごめんなさい。いや、もう私もね、すみませんでした、全然気が回ってなくて。じゃあ、はい、じゃあちょっと出てくるの待ちますか。まだね、はい、そんなに待たない、待たないで、じゃあ、よしよし、じゃあ進めよう。まずはプレッシャーですね。で、まあ後でちょっと表が出てきますが、まあ、まあ、いわゆるそういう子育てをしている、子育ててこれから始まると真っ最中っていう人が、まあ、いるわけで、で、現場のプロデューサーからしてみれば、すごく嫌な言い方をすると、そういった人を雇うのは、まあ、実はちょっとリスクにもつながってしまう。多分ね、その私がじゃあ今日行けないとか、こっち帰ったけど本当は私が必要だったとか、そういう、まあ、途中で亡くなっちゃったらどうしようとかいう現場的リスクもあるし、なんか考慮しなきゃいけないのかなって思われちゃうこと自体も、まあね、やっぱりちょっとマイナスな面ではあったりします。はい。で、まあまあ、例えば急に子供が風邪をひくとか、そういう取れないっていう可能性もあるわけですよね。で、そういったものって実はお金のない現場になればなるほどそういうのに対応しづらくなってくるので、結局子供が生まれること自体が実はそのいわば雇用価値を下げてしまうっていう、その人もっていう状況は実は あるわけで、で、普通やっぱりその子育てに対して前向きな社会というのは、その雇用価値を下げてしまうところを、それをみんなで支え合って、それをいわば参加しやすい、現場で参加しやすい環境を作っていこうじゃないかな。あ、出ましたね。まあ、こんなって頑張って出して死ぬほどシンプルなシンプルっていうね、はい、状況が、まあ、あるわけですけど、で、で、僕がちょっと面白いなと思ったのが、石井さんの話を聞いていて、その、いわば子供が生まれることで現場での行くハードルになってしまう、雇用価値が下がる、いわば雇う側にとってそれがリスクであるという発想っていうのは、実は例えば今学生のインターン制度っていうのがあると思うんですけど、それ多分それに近いと思っていて、いわば映画業界はやっぱり若い
将来 の人材を育てていかないといけないから、当然まず新人の若い人を現場に雇わなくちゃいけない。それはすごく公共的な価値の高いことなわけですね。でも実際学生っていうのは、まあ、大抵使えないんですね、あの現場で、まあ、はっきり言って現場に来てもらいたくないと思うプロデューサーもや親方も非常に多い中で、じゃあでも使わなければ人は育てないんだから、じゃあ使っていくために例えば映画学校の学生とかをインターンで雇う と、その現場にお金がいわばその現場に女性が落ちるんですよね。そのインターンを雇ったことに対する手当みたいなものが入る。そのことによっていわばその現場は学生さん、いわばその経験値の浅い学生を雇いやすくなるっていうあのシステムがある、まあ、それをそのシステムをこのやっぱ子育て中の人に寛容できないかみたいな、そんな発想ですよね。そうですね、なんかそれが一番、なんかそれを、まあ、そのまま当てはめたいわけじゃないんだけど、それが一番分かりやすいかなとか思っていて、たと、まあ、その本当に具体的にじゃあ今現場って書いてあるけど、まあ、映画撮影現場のことなんですけど、どっかで私を雇って、まあ、そのリスクがある。じゃあその代わり私を雇うと、まあ、今企業を国ってなってるかもしれない、ところからそのインターン制度だったら国かな、国なのか、どっからかお金がつけ、どっからかお金が出るんで、それが出たりするといい、もう具体的に出たりするといいなと思っていて、でなおのこと、このお金だけの話で言うと、実はその国や企業からママたちにも何か支援、例えば企業がベビーシッターの会社だったとしたら、その会社からママたちにあの子供たちを預かってくれる人が派遣されたりとか、そのママたちにもプラス、ママパパ子育て中の人にプラスがあり、なんかで企業はまあ人を出したらその分国からお金もらうのか、宣伝ができるのかとか、いろいろなんかこの三者三様それぞれがあの得をするシステムを作りたいな。誰かだけがマイナスに終わっちゃうっていうのは、うん、全部うまくいかないんじゃないかなとか思っていて、そうです。ちなみにあのそこに、お客さんに今プロデューサーの人が座ってるのでお聞きしたいんですけど、そのプロデューサーの富山さんという淵井達のプロデューサーが座ってるのでお聞きしたいんですけど、ちなみにインターン生のインターンシップの時にってお金ってどこから出るんですか、現場に。お金ですか、はい、お金は、文化庁ですね、文化庁の助成金で、はい、日本撮影監督協会っていうところが、そのお金を守りしています。はい、まあただやっぱり一応インターン制度の時には企業ではなくて国からお金が出てるということですね、あの文化庁のものによって。だからこれも、まあ、今これをやってみてみて、あのこんだけバタバタ苦労しながら出てくるのが超シンプルな簡単な図しか出てないんですけど、でも実はこの簡単な図といっても今現状この簡単な図すら存在してないんですよね。そうですね、子育てに関してもうママ子育てと現場のあの矢印すら存在していないっていう。そうですね、はい、まあ、その例えば今お話ししてくれた富山さんが私に声をかけてくれるのは、富山さんが私が子育てしていることを承知してくれて、私の例えば思いを聞いてくれて、でリスクも背負ってくれて雇ってくれるっていう構図だから、まあそう、もちろん私の能力を買ってくれてると思って信じているけれども、それだけその逆に現場にプラスがあればもっと私を雇いやすくなったり、もっと気楽に声をかけられたり、進路がなくなるのかなとか思ったりもします。例えば一つのポジションを、はい、例えばその演出部のファースト、セカンド、サードがあったとして、その一つのポジションを誰か別の人と分けてっていうのはやっぱり不可能ですか、難しい。それはケースバイケースで可能だと、まあ、そこはまあそのそこは多分演出部内どのやり方をするかとか、いろんなプロトタイプを作ってやればいいと思う。例えばダブルワークみたいなことをその子育て中の人のポジションが例えば、まあ、私だったりすると、私のが共有していることをそのダブルワークでもう一人バックアップで取った人と共有さえできれば、分かんない、でも深田浩二みたいにすげえなんか面倒くせえ監督だから私じゃないとダメとかだったら分かんないですけど、でもまあできなくはないあのことだと思います。もっと具体的にできることもあると思いますし、
般的にワークシェア、ワークシェア、そうですね。まあ例えば、まあ、確かに石井さんと話していた時にだんだんいろいろと思い出してきたんですけど、例えばその子育てをしている、まあ、子育て真っ最中で現場で参加しなくなっている、まあ、ママあるいはパパたちでやっぱ支え合うようなシステム作りもできるんじゃないかっていう、この一部で、はい、なんか私が考えれるふわっとしたシステムがこれなんですね。なんでせっかくなんで、もしよかったら有識者の皆様にこれについてどう思うかを逆に教えてほしくって、はい、そしてなんかこれうまくいく方法があるよっていうのをみんなに聞きたい、ね、教えてほしい、お願いします。知りたいですね。だってこれをやろうとしたら、まず最初にどこにまず当てればいいのか、どうすれば国ってすごく大きく書いてる形も国以外わかんない、誰どうがいいのみたいな、まず何町に当てればいいのか今なんとか町って言われたのそうなのかなって思って聞いてたし、はい、なので皆様のお知恵を欲しいし、これを私これがなぜ私の中でこれはすごく急務なんです。このシステムが出来上がらないと私も助監督もつけられないと思って、この1年それこそ自分の母親に助けてもらってやったけれども、やっぱりそれには限界が来ると思うし、子供が中学生になるまでの間あと何年かある中、このシステムは絶対欲しいので、これを具現化したいんです。1、2年でできるといいですよね。そう、せめなんかプロトタイプがママ現場を、そう今日来てくれてる私のその女性のプロデューサーの人にもママ現場作りたいってずっと言ってたんだけど、そんなことをこの 1,2 年でできたらいいなと思ってるので、皆さんぜひお知恵をください。なんか 1,2 年というともう本当に急がないと、急がないと、ね、もう今から企画を持ってないという感じですねせっかくなので、あとまあ5分とか10分ぐらい、第1分まであと5分10分あったので、はい、なのでせっかく今日、はい、興味がある方が集まっていただいているので、なんかこれに対して、はい、客席に投げたいと思いますが、あ、じゃあ、はい、はい、じゃあお願いします。はい、マイクが飛んでいきます。 あちら、はい、向かってあげてください。はい、はい、あちらです。私ちょっと前まで労働組合の役員やってまして、ちょっと前までなので結構こういうのをよく考えたりしたんですけれども、国からお金がどういうふうに出るかっていうよりも、まず自分たちで企画立ててやってみて、それからこういうのにお金出してもらえませんかっていう、国内企業なりに乗り出た方がいいんじゃないかなっていう、企画書が必要ってことですね。自分たちでお金ですって、自分たちでまず動いて、そういう支援とグループとかを作ってみて、でこれの維持のためにはこれぐらいの予算が必要だとか、そういうのを算出して、で、それを出してもらえるところはないですかみたいな、具体的にもう超具体的な、回してみて、で店内物みたいなものを抽出していって、でそれをどう充当するかみたいなのを考えた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。自分たちで、現場をこのシステムを応用した現場を作ってみる。組織、組合というか、まあ共同組合とか組織を作ってみる。あるいは独立委員会がそれをちょっと一緒になってプロトタイプやってみますかっていう、そこにいるじゃあプロデューサーとまあ混同してやってみますかとかを、はい、っていうのはですね、私は文化庁とかと話し合った経験で言うとですね、彼らは自分たちが率先して動くっていうことはあまりしたできないっていうか、当事者性がないんで、何から手をつけて、そしたら誰が賛成してくれるのかっていうのが分かんないから手出せないっていうところがあるんですよ。なので自分たちで絵を描いて、で協力してくれっていうやり方で持っていった方が曲がっていくんですよね。国を相手にするとか人に金出してもらうっていう、まず仲間を集めて、まず具体的な企画書作りと、これをやるためには何が欠けてるのかっていう、どんだけの資金が必要なのかとか、そういったものを、まあ、具体的な数字で具体に落とし込んで形にするということですね。そうですかね。お金に具体的にするとか全然向いてないし、やったことない、まあ、まずそこから仲間集めしなくちゃいけないですね。はい、まあ、この中に独立映画並みの会員の方もいらっしゃると思いますが、そういうの得意だぞという方はぜひお声がけください。この後、はい、どうぞ。記者の中山と申します。ちょっと、はい、そういうのを調べたりとか、実際に伝わったりとかやってるんですけども、集めた方が
がいいっていうのはどれだけ業界の中でその今その制度を必要としている人がいるのかっていう具体的な数字が欲しいんですよね。その文化庁とかそういう国を動かすときに、はい、だからそのやっぱ1人2人だったら動いてくれないんですよ、その政治家とかっていうのは、はい、だからそのまずどれだけいるのかっていうのをまずちゃんと数字として持っていくっていうことで、あと急務って言ってましたけれども、はい、やっぱりその法律で変えなきゃいけないんですね、この女性とかっていうのは。そうするとスパンがもう今の現段階だと来年5月に応募して、そこからだから 1,2 年では無理なんですね。で、例えば子育てだったらば、もし急務でやるんであったらば今子育て支援をやってるからそこに持ってくっていうのが一番早いと思うんですけども、ただ将来的な業界の、ことを考えたら、その労働時間とかもう全部を含めて、それこそコフィックみたいな業界の団体版も作ったら相対的なことになっちゃうんですけど、そういうことをしてやらないといけないことになっちゃうんですね、はい、壮大だな。そうだから壮大なことはちょっと他の人に任せようかなでもそれが一本になるので、はい、本当にもし今やるのであれば。あ、そうですね、うん、でもこれだけだったらば本当に女性だけじゃないっていうふうに切られてしまうので、はい、全体的な労働時間の問題ですよって、その、はい、電通の過労死の問題じゃないけども、はい、そういうふうの中の一つの問題ですよっていうような提案の仕方とか、いろいろあると思うんですよ。そうですね、うん、やっぱりその国が行政が動きやすい理由作り、その、ね、ちゃんと統計的な数字を出すところも含めて、うん、これだけの人が現場から阻害されてるんですよっていう。そうだからやっぱりどうしても言ってたのが、英連で動いてるんですよ、物事って。日本の映画界っていうのが、はい、でこれ自主制作の団体まで、まあ、手が及ばないっていう感じらしいんですね、うん、だからその独立の映画鍋がせっかくあるのであれば、で映画鍋として組織として持っていくっていうアプローチをしないと、はい、上は動いてくれないと思った方が。そうですね、まあ、映画鍋としては、これは、まあ、映画鍋は、ね、なんかみんなの団体なんで、僕にとってはその中の一メンバーですかね、ないんですけど、まあ、なんか今後、一緒に、メンバーじゃないとかじゃなくて、一緒にメンバーになってください。で、まあ、一緒にできることはぜひやっていきたいなと。あともう一方、もしよければ、サプリです。じゃあ今、はい、ちょっとお聞きしたいのは、具体的にお友達とか知り合いの業界の方々で、はいはい、やっぱり子育てをしている人たちっていうのをどのくらいいらっしゃいますでしょうかっていうことが一つと、あと僕昔、はい、カメラウーマンというかそういう人たちと、はい、イギリスでですけれども、はい、結婚して一緒に仕事してたりしてたんですけれども、はい、彼女らではですね、カメラウーマン同士のネットワークというのを持ってて、子供の預け合いっていうのを結構やってたんですよ。で、イギリスですか？そうなんですけれど、結局のところ公の団体を動かして制度としてやろうとすると非常に時間がかかっちゃうというのは難しいんですけれども、結局似たような人たちが集まって助け合うっていう、そのネットワークみたいなものをカジュアルにまず作っていくっていうようなことが多分一番現実的なんじゃないかなと。それはもうだから男も女も含めて、だから子供が預け合えるような人間関係とかグループとかそういうのを例えば作っていくっていうことに可能性はないんでしょうね。なんか日本でやりづらいんですよね、そういうことが。多分、ね、狭い世界だと、確かにその中山さんのおっしゃる通り、行政とかそうとすると多分数年とか10年単位でも下手したら時間かかると思うので、カジュアルに民間でまず作っちゃうっていう、自分たちでというのは手かもしれないなと思うのは、それすごく小さい話で、私たちの劇団青年団というところの演奏で所属していると、まあ面白いのが劇団120人ぐらいいて、でもこれもう30年近くもう発足してから25年以上経つ劇団なんで、やっぱりどんどん年取ってくるんですね、劇団員が。そうするとやっぱり劇団員同士で結婚して子供が生まれたりとか、そういう、まあ、そうする子育てしたいみたいな感じでグループが作られて、その中での立ち消えみたいなものをが実は結構行われていて、その芝居出る時とか、そのお子さんいるパパやママが芝居出る時には、その他のまあ子育てに慣れてる劇団員がじゃあ子供預かるよとか、そういったことがいわゆるその120人規模の狭い劇団だとできるんだけど、でも今例えばその子育てに困っている映画の業界に多分助監督とか、まあ、120人ぐらいもし集まればそれができるんだったら悪くないですよね。正
時期で言うと、はい、多分あのワークシェアをできると思います。先ほど話してた自分の仕事を分けるっていうことはできても、子育てってなると多分、うん、なんだろう、預ける時間がもう具体的に長くなっちゃうから、多分自分の子供もいながら、そして現場に行ってるママの子供を預かって、そしてそれが1ヶ月続いて、2ヶ月ってなると可能かしら。いや多分ね、演劇だと稽古時間とか本番の時だけだと短いんですね、うん、1日の2時間3時間なんで、映画の現場の場合まずそこにさらに日本の長時間労働っていう問題が絡んでくるんですけど、逆にそのイギリスのケースというのは、それってなんかその団体名とか、それってもしあの資料でもあったら後で教えてください、ね、ちょっと調べてみたいですね、はい、ちょっとお時間がもう大丈夫のお知らせしてしまったので、はい、